ですね、前回5行をやりましたけど、覚えてますか？はい、その5行の、もうちょっと何項目かピックアップしたいところがあるので、それを説明してから、その続きに行きたいと思います。じゃあ、まずはちょっと画面の共有を、の前に、ちょっと待ってね。よいしょ。はい、画面の共有をします。はい、じゃあ、皆さん、5行の表が見えました？はい。前回どの辺をやったかな。この表で言うと、上から1、2、3、4、5。5個目と6個目ですね。上から5つ目と6つ目。ここちょっとだけさらっとやっておこうと思うんですけど、5行、それぞれの、まあ、それに付随する臓器、5臓があって、それと、関連しているこの体の器官が書いてあるんですよね。まず肝臓で言うと目でしょ。心臓で言うと舌。で、脾臓で言うと、これ口ですね。唇とか。はい。で、肺で言うと皮膚。腎臓で言うと骨というふうに。まあ、例えば中医学で言うと、ね、骨が脆くなったとか言うと、その腎のエネルギーってことを考えるんですよね。まあ、ちょうど前回やりましたっけ？7年ごとに、8年ごとにエネルギーがなくなっていく、こう、やりましたっけね。はい。のように、まあ、例えば、先天の性っていうエネルギー、私たちのいわゆるその、限りある生命エネルギーですよね。その生命エネルギーが、まあ、少なくなっていくと、先天の性はその腎臓に貯蔵されているので、その腎臓の、ね、器官は何かっていうと、骨になるので、骨が脆くなるとかね、そういうことがあるんですけど。はい。まあ、骨なんですけどね、これすごく面白くて、その筋膜の勉強をすると、骨が脆くなる。まあ、女性が、特に女性に多いですけど、年を重ねていくと、高齢の方にね、起こりやすい病気としてね、骨がスカスカになっていくっていうね、骨の病気があるじゃないですか。骨粗鬆症って私上手に言えないので 言いたくないんですけど。で、それっていうのが、これまでの一般的なその医学で言うと、カルシウムが減ってきたから骨がスカスカになりますとかね、脆くなりますっていうふうに言われてるんですけど、その最新のリサーチで、まあ実はカルシウムよりも水分の方が大事だよっていうことが分かって、骨っていうのは、まあ例えばそれを特殊な液体につけて、骨化したのカルシウムみたいなところを溶かして、繊維だけ残すとすると、もちろん骨も繊維でできてますからね。もともと私たち一つの成分でできてますからね。筋肉だろうが、筋膜だろうが、血液だろうが、脂肪だろうが、元の成分は一緒ですからね。はい。まあそこはよく覚えておいてですね。なので余計なものを取り除いていくと、骨って最後はその繊維が残るんですよね。単純に言うとですよ。で、その骨って、なんか牛革の靴とか、まあカバン側いいです。いや、わかりやすいですね。牛革のカバンみたいな、あんな感じなんでしょ。で、それがどうして、そのスカスカになってポキッと折りやすいかっていうのは、結局水分が足らないからなんですね。骨ってやっぱ骨の中に、骨のその密度に、そこに同じように、で、その繊維に対しても、しっかりとその体液が含まれているっていうのが絶対条件で、カルシウムじゃないみたいなんですよ。だからやっぱりね、人は乾いて、だんだん乾燥して、人は死に向かっていくんですけど、腎臓ってエレメントは水でしょ？やっぱ水なんですよね。水っていうものが減っていくと骨も脆くなるっていうところで、これその中医学でずっと言っていた話なんですけど、しっかりその科学とつながっているっていうかね、そういうところを感じましたね。で、実際にまあそのベストセラーの本でも、すべての病気は、タイトル忘れた。こんな風なタイトル、内容ってことです。すべての病気は水分と塩気が足らない。だったね。その水が足らないっていう話だったんですよ。すいません。ちょっとタイトル忘れたんだけど、実はだから水分と塩分はめっちゃ大事っていう日常のちょっとした不調から、実は高血圧も塩が必要だったし、治療のためにはっていうか、その正常にするにはね。例えば皆さんが、ねえ、なんていうかな、すぐ熱が出るんです、風邪をひきやすいんです、蕁麻疹が出るんです、鼻炎が出るんですとか、すぐお腹痛くなるんですとか、まあ、あとはそのね、糖尿病ですとか、何がある、リウマチがありますとか、何にしても、もうほとんどすべての病気が水分が足りてない、なんかあなたの体は乾いているからそれが起こるんですってことと、まあ、プラス、私たちの体にはね、塩気っていうのは欠かせないので、その塩気が足りてないから、その2つが足りなくて、全部の病気がなります。逆に言うと、それがあるだけで治りますよ。っていうのをちょっと科学的に説明して、それがどうして必要なのかっていうのを科学的に書いている本がなんかベストセラーだったみたいなんですけど、
この塩気っていうのも、その腎ね、この腎臓に、まあ、関係する、ちょうど味覚で言っても塩辛いっていうのだったじゃないですか。その塩気っていうのがそのまま私たちの生命エネルギーになるんですよね。だから腎臓と深く関わる、なんていうかな、ミネラルというか成分でもあるんですけど、若さを維持というか長寿を維持という時にその塩とか水っていうのは欠かせないんですけどね。まあ、なぜならそれは腎臓っていうのが私たちのそういう生命エネルギーをその貯蔵している、そこを司っているその臓器だからっていうこともあるんですけど、まあ、そんな感じでね、はい、ちょうど最近の、お医者さんの本とか、最新のリサーチとかが、その腎の機能について述べてくれているなという感じだったんですけど、まあ、腎臓は骨っていうね。で、この東洋医学でいう腎ですけど、いわゆるその西洋でいう腎臓ってわけではないので、これは全ての臓器でそうなんですけど、例えば、この東洋医学の腎っていうのは、生殖器のことも含んでいるし、臓器でいうと、子宮とか卵巣とか、そういうところも含むっていうことですね、この腎っていうことになるとね。それから、副腎ね、副腎のことも含んでいるし、腎臓だけじゃないっていうことね。はい。そういうことも、はい。分かっていてください。まあ、あとは、あ、これ飛ばして皮膚って言っちゃった。肺は鼻なんだけど。肺は鼻ですね。肺のその体の中で関係。